今回は穴埋めクイズです。上と左から読んでくださいね。制限時間は15秒。全部で15問です。1問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。こぶた、器物、真ん中の文字は部になります。2問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。港、気長、真ん中の文字は何になります？3問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。加害、気軽、真ん中の文字はがんになります。4問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。水辺、絆、真ん中の文字は図になります。5問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。着替え、無害、真ん中の文字はがんになります。6問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。出口、マグマ、真ん中の文字はグになります。7問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。くせ、季節、真ん中の文字は背になります。8問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。稽古、開花、真ん中の文字は意になります。9問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。家主、毛抜き、真ん中の文字はぬになります。10問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。
答えです。無意味、回帰、真ん中の文字は意になります。11問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。五平、騎兵、真ん中の文字は屁になります。12問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。都、座薬、真ん中の文字は矢になります。13問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。かかん、みかど、真ん中の文字はかになります。14問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。決意、無痛、真ん中の文字は痛になります。15問目です。空欄に文字を入れて3文字の単語を作ってみましょう。答えです。無音、家屋、真ん中の文字はおになります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、シェアなどよろしくお願いします。ではまた次のクイズで会いましょう。